やった、うまくいった。すいません、これで大丈夫。皆さん、エレベーターから降りた後は整列して階段まで進んでください。心配は無用です。皆さんに新しい家をご用意しますので。ボルト111です。地下における素晴らしい未来です。ということはつまり、はい、階段を上って。信じられない、あと1分遅かったら。そんなことを考える必要はありませんよ。今は安全なのですから。皆さん、階段を進んで、そこにあるドアを抜けてください。車です。こちらへどうぞ。侵入者の皆様、どうぞ整列して進んでください。男性、新しい家、こっちへ進んで。男性、テーブルへ進んで。少しスーツを脱いで。この先に進むにはスーツが必要になります。 ありがとう。それで次は、このドクターの指示に従ってください。行き先を案内しますので。さあ、お三方ついてきてください。見える、ここが新しいお家よ。きっと気に入られますよ。ここは我が社の中でも最も進んだ設備が整っています。他のが素晴らしくないというわけではないですが。消えてしまった、うちが財産のすべてが。ちょっと、ママとパパは DC にいるのよ。どれくらいの期間ここにいることになると思う時ですが。ああ、オリエンテーションで全てお話しします。まずは医学的な話を少し片付けてしまいましょう。全員をリストから削除するだけです。快適かつファッショナブルにデザインされているんです。問題ないか。私たち大丈夫よね。素敵なご家族ですね。ここを新しい家と感じてくだされば。ボルトスーツを着用してここに入ってください。ポットを降りていく前にポットで汚染除去と検閲をします。緊張しないでください。これからは全く新しい生活か。住民到着。乗員のバイタル正常。手順終了。ちょっと、
これをやったやつを見つけ、ショーンを取り戻す。約束だ。ローチ、一体何が起こったんだ？みんなはどこに？これで全部か。
ートの扉のサイクリングシーケンスが開始しました。お下がりください。誰か生きてる。ここから誰が脱出したのか。全員死んでる。ボルトテックをご利用いただきありがとうございました。